女性店主の惣菜店では、カニ食べるともう幸せになりますよね。カニのほぐし身がたっぷりのコロッケが名物でしたが、こちらも客足がガクンと減り、売り上げ急降下。そこで起死回生の一手をと店主が考えたのは、地元の名産を使った新たなお惣菜でした。ハマグリにぞっこんな男が営むハマグリ料理専門店も、あまたの飲食店と同じく経営は火の車。ハマグリ愛あふれる店主は悩んだ末に、喜んでいただけるような何か社会策があればなという店のうまいハマグリ料理をお家でもと、あるアイデアを実行したんです。コロナ禍を乗り越えろ、サンマハマグリカニを愛する店主の奮闘記。 JR 飯田橋駅のほど近く、丸ごと一尾を使った名物サンマ寿司。締めないとこうぐっと凝縮した旨味がこうジューンと口の中に広がって、大葉の爽やかさが締めてくれるんですよ。酢の締め具合がいい塩梅。あ、うちはもう三枚のうちですか、たまらなくなれば店も作る。このサンマ寿司、実は大将のふるさと三重県熊野の郷土料理。たっぷりの塩を振ったら江戸前の寿司ではサンマにはあまりやらないひと手間を、独自配合の酢で締めちゃうんです。どれだけ塩してどれだけ酢をつけるか、それが一番難しいの。企業秘密なんだよね。大将こだわりのサンマ寿司で愛されてきた店も、長引くコロナで客足は遠のき、厳しい経営が続いておりました。年が明け、今店はどんな状況なのか久しぶりに伺うと、親子二人で守ってきた厨房には息子の正幸さん一人だけ。あれ、大将はどちらに？今ちょっと親父の方がですね、がんになっちゃいましてね、病院を入退院繰り返して。伺えば親父さん、去年12月に肝臓がんが見つかり治療中、今は正幸さん一人で切り回しているといいます。はい、どうもありがとうございます。父が戻るまでいかにして店を守るか、いろいろと考えたそうです。行き着いたのは、あることに初めてチャレンジすることでした。そのチャレンジ、友人でもある隣の店の主人の力を借りるといいます。で、お隣さんは何の店かというと、テイクアウト専門の唐揚げ屋さん。店主の岡田さんがからりと揚げる唐揚げが評判で、看板メニューは1個100円の醤油味、さっぱり味の塩唐揚げも売れ筋ですよ。飲食を成り合いとする同い年の2人、この時期、まあ、いろんなことを話し合ったといいます。飲食業界頑張ってるっていうところを見せてですね、みんなで頑張って生き抜いていこうっていう、まあ、なんか一緒にね、打倒コロナで頑張っていきましょう。あれこれ話し合ううち、思い立ったのはコラボメニューを作ろうということでした。まあ、とはいえ、一方は海鮮料理が売りの店、かたや唐揚げの専門店。はてはてはて、どんなコラボをしようというのか。試作スタートの連絡を受け、店へ向かうと、おお、あれあれあれ、大将の姿が。聞けば、この日一時退院となり、ぜひ俺も参加させてくれとやってきたといいます。サンマ命の店と唐揚げ専門店、さて、どんなコラボメニューを考えたのか。サンマを愛する親子が用意したのは、高菜の葉でご飯を包んだめはり寿司。これ、サンマ寿司と並び、大将のふるさと、三重県熊野の郷土料理。
醤油